はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。ちょっとなんか暗いな、画面が。もうちょっと明るくして。はい。ということで、今回、日本酒です。吉野川の、なんか、変わったね、生原酒の船絞りというのが売ってましたんで、買ってみました。はい。生原酒、船絞り。なんか、船口みたいな。船口の、あのね、菊水の船口みたいな、なんか名前のね、あれですけど。六段仕込み、本醸造、生原酒を、蔵出しのフレッシュな味わい、そのままに缶に詰めました。フルーティーな香りと芳醇でまろやかなコクをお楽しみください。アルコール度数が19度。これ原酒ですからね。原酒なんで、高い。そして、精米倍が 65%。で、原材料名が、米括弧、新潟県産。と、米麹、過去新潟県産米と醸造アルコール。製作しているのが、吉野川株式会社。新潟県の長岡市の、会社です。このね、吉野川はね、結構いろいろあるんだわ、種類が。普通にいろいろ売ってたけどね。やっぱ人気なんだろうね、吉野川ね。でですね、今日のつまみがですね、じゃん。稲葉、チキンとタイカレー、グリーンということで。これね、稲葉のね、タイカレーシリーズなんですが、これね、非常にね、美味しい。まあ、俺食ったことあるんですけど、これ。うまいですね、これ。これのね、なんか黄色いやつと赤いやつ食ったことあるんですけど、うまいです、これ。普通に。なんか、スープカレーみたいな感じね。普通、カレーって言ったら、インドじゃないですか。だからしかし、これ、タイカレーなんですよ。タイのね、やつなんで、結構、味がね、独特なんですよ。まあ。ということで。それでは、いただきます。乾杯。あ、これちょっとあれだ。これダメなパターンだ。うわ。これ俺ダメ、あ、これあれ、俺これ好きじゃないパターンだ、これ。これめっちゃコクがある。コクがあって、香りも強いですね。いわゆる淡麗の辛口の逆バージョンみたいな。逆言ったよね。俺、こういうのはあんま好きじゃないんだな。こういう日本酒好きじゃないんですよ。これあれだわ。菊水の一番搾りにすっげえ似てる。甘い、しかも。甘い、コクがある、香りが強い、この、3パターン。これダメだ。俺これあんまうまくねえな。これはまずい。言っちゃって悪いけど。まずい、ちょっと。めっちゃあれに似てるわ。菊水の。これ絶対あれだろ。アルコール度数じゃねえや。日本酒と多分かなりマイナスなんじゃないか、これは。でも実際吉野川あんまり、ちょっと変な香りもするんだよね。あら。越後シリーズ。結構いろいろシリーズがあるみたいですけど。
俺基本的に吉野川とかってなんか日本酒はやっぱりちょっとげ、あの、淡麗の辛口がいいな。あれ、サイトに載ってねえな。なんか普通の吉野川と極上吉野川っていうのがあるみたいで。あれ、売ってない。てか売ってないじゃないか。あれ、これホームページに載ってないぞ。なんじゃこりゃ。あ、あった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 。カップアルミ缶、小容量。あ、これ日本酒度プラスマイナスゼロですね。やっぱりな。めっちゃ甘いもん。濃厚、うま口、フレッシュな原酒。もううま口って書いてある時点でもう完全にこれあれですよ。菊水の、菊水船口一番搾りだっけ？あれにすっげえ似てる。てか、まんまそれだ。丁寧に仕込んだ蔵元の味をそのまま缶に。通常3回で仕込むお酒を倍の6回に分けて丁寧に仕込んだ6段仕込みの、生原酒をそのままアルミ缶に詰めました。アルコール度数19度で、酸度が1.7。日本酒度プラスマイナスゼロ。これはきついわ。これは、あれだ。アウト。これはアウト。もうちょっとやっぱり、あれだな。辛口なやつがいいな。めっちゃあれだな、これ。一般的な厳選辛口の吉野川が日本酒度プラス7ですから。もうそれよりか7も違うっていうね。もう7も甘いって考えると。むちゃくちゃ甘いな、これ。やっぱね、俺日本酒度はね、10ぐらい欲しいね。5以上10未満っていうか、10ぐらい以上。5以上は100%欲しいね。八海山ってこれ、日本酒のいくつだっけ？多分プラス5は以上はいってる。あ、プラス5ですね。八海山でプラス5だもんな。八海山はね、これね、甘さがね、ないんだよね。辛くはないんだけど、甘くもないんですよ。だから、甘くなくて、さらに辛くない、辛いのか。辛くて甘くないのが最強なんですけど、割と最近飲んだ日本酒で、うまかったのは、前飲んだ、つい最近飲んだ、キリンですね。なんだっけ。誉れキリンね。あれうまかったな。あれ、ちょっと香りがあれだったけど、それを除けばすんげえうまかったね。マジで、これめちゃくちゃ甘いわ。冗談じゃない。冗談抜きで甘すぎる、ちょっとこれは。やばい。甘すぎても、甘いイコール、もう米の甘さなんですよね、結局。何が甘いって、砂糖加わってるわけじゃないね。米が甘い。米が甘いっていうことは、どういうことかっていうと、結構、米が甘いっていうことは、何なんだ。まあ、コクがあるんだな。つまり、稲葉のタイカレー。ディーンって。もう見た感じね、めっちゃスープカレーなんですよ。ほら。
て、食べます。うん。あのね、なんかね、不思議な味がする。今まで食ったことなかったんですけど、これは。不思議な味がする、これ。日本のカレーとかね、とは全然違うね。香りがもう、ものすごく違う。うん。全く違う。これはまずいな。悪いけど。これはまずい。まずい。甘い。とにかく甘い。これは参ったね。甘すぎる。参った。甘いなぁ。吉野川か。でも俺のこれね、この吉野川は俺の母親が、うまいって言ってましたね。それだけなんだけど。いや、まあ別にね、特にあれもないんですけど。これは美味しいって。なんか、珍しく俺に言ってたね。で、あと、俺の母が好きな日本酒は、あれだな、しめはりつるもうまいって言ってましたけど。八海山は別にそんなでもないっていうか、まあ別にうまいとも言ってなかったんで、前、あげたんですけど、母の日に。あげたんですけど、特に、まあ言われなかったんで。だから吉野川と、しめはりつるがうまいって言ってたんで、ちょっとやっぱコクがあるのが好きなのかな。ちょっと甘めの、あれ、まあ甘めっていうか、甘いんだがな。吉野川は甘いっていうか、俺飲んだ感覚として結構香りが強かったのが、あれなんだよね。イメージとしてある。淡麗辛口っていうのが好きじゃなくて、芳醇辛口なのが好きなのかな。俺はもう完璧に、もう、割と分かったけど、本当に、淡麗の辛口が好きですね。もうとにかく味がもう、ほぼ一切しない。味じゃねえや。香りがほとんどしなくて、もう淡麗で、もう辛口の、ピリッとするやつが好きなんで。こういう芳醇の甘口になるともう、うわーって。これを飲むとね、気分が悪くなって。これは、本当に、割とガチで気分があるから。気分があるからね。吉野川のサイトにありますが、吉野川女子部。だそうです。新潟県長岡市で、女性による女性のための日本酒応援すべく設立した部活です。だって、吉野川
女子部一押しの日本酒が、吉野川のゆず酒。ああ。ホームパーティーや女子会のお供に、とかね。ナンバー2、吉野川のベリーミックス。ほのかの甘さが癖になる。3番目、ニコリゴ。ニゴリコ。甘酒ベースの優しいお酒。もう日本酒じゃなくてよくねこれ。ゆず酒とかさ。わざわざね、これ日本酒にする必要ないでしょ。もう、自分でさ、なんか、ウォッカにさ、ウォッカにゆずつけてさ、作って飲めよって言いたいよね。もうベリーミックスとかに関してはもう日本酒である必要ないよね。うん。これお前、カシスオレンジでも飲んでるやって。カシスリキュール買って、お前、買って飲んでるやって。こう、なんか、女子部とか女子会のお供にとか聞くとさ、なんかイラッとするんだよな、なんか。すんげえ腹が立つよね。なんか、おしゃれ。私たちおしゃれの人間なんです。おしゃれな人間なんです。みたいなさ、そういうさ、なんかさ、すんげえさ、なんか、こう、なんか、なんかこう、出してくるじゃん。そういう。そういう雰囲気をさ。マジで女子会とかマジで。クソくらいなんだが。で、甘酒ベースの優しいお酒、にごりこ。じゃあ甘酒飲んでるやん、お前。意味ないだろう。てかさ。多分日本酒でさ、好きな人間っては、女性の人って言うとやっぱ甘いの好きだから、吉野川は別に甘くなないぞ。言うて。何ここのサイトに、なんか女子部とかなってるのか知らないけど。吉野川って別に甘いっていう酒でもないんだけどな。あくまでこの今の飲んでるやつが、これ甘いけど。一般的に、吉野川って辛口の、ね、そういう系のお酒じゃないですか。知らないけど。まあ、ちょっと辛口ではあるけど、芳醇ではあるね。淡麗ではなく芳醇なんだよね。だから、甘口で攻めるとなると、やっぱあれだな、俺の中で一番甘かったのは、日本酒で、これ一番甘かったっていうのは、あれっすね。雪中梅。新潟のね、雪中梅。あれは甘かった。ほとんどもうダメ。あれはもう今、もう飲んだか。飲み終わったけど。もう、あれはいらんわ。あれは完全にいらん。でもあれプレミアついてんだよな、あれの。雪中梅って。で、関係ないんだけど、このチキンカレー、これ結構辛い。地味な辛さがあるね、これね。地味な辛さがあるわ。うん。あ、そっか、今、あれだ、新酒の時期だね。日本酒のね、冬場っていうか、冬の初めぐらいの。秋終わって、秋で米が取れて、そっからまあ2ヶ月ぐらい経って、2、3ヶ月経つと、結局それで仕込まれてできたのがだったか。だから、うん。吉野川新酒できましたと書いてありますね。
720ml 750円。ああ、そんなもんか。まあ、俺も今日いろいろ買ってきたんですけど。結構ね、いろいろ日本酒とかね。まあ、もうあれ出たんで。あれ、なんだ。給料が出たんで、適当にパパパーって買ってたらね、7000円ぐらい、7000円分ぐらいちょっと酒を買ってしまったんですけど。いろいろちょっと日本酒買ってみました。うん、今日本酒はね、新酒の、まあ、時期ですから、まあ、一番うまいと。一番うまいのか知らないけど、多分一番うまいんじゃないかな。新米仕込み新酒。その年に一番早く収穫された新米をいち早く仕込んで、肌寒くなった頃にお届けする新酒。フレッシュな麹の香りが漂う、さらりとした旨味は実りの秋を知らせる旬の味わいです。新潟県産米にとことんこだわった吉野川の新酒をどうぞお楽しみください。ってなってますね。まあ、うん。肌寒くなったで、今日暖かかったな。今日18度ぐらい、17度ぐらいあって、今、びっくりだよ。今、深夜2時なのに14度あるからね。どんだけ暖けんだよ。今、俺、あれ、ストーブつけてないですからね。深夜2時でストーブつけてないからね。今、11月30日ですよ。もうそろそろ雪降るんじゃないかな。と思うんだけど。全然降ってない。降ってない。まあ、降ってないのは降ってないけど。ねえ、すごいな。びっくりだよ。まいったな。これ甘すぎるぞ、ちょっと。もう残そう、これ。もう、冗談抜きでこれ飲めないわ、これ。まだあと3分の1ぐらい残ってるけど。これはちょっと。甘すぎて飲めねえな。これはダメだ。まずい。冗談抜きでまずい。コクがあるな。やっぱな。冗談抜きでまずい。あのね、これね、菊水のね、船口一番絞りようかね。これ、コクがあるわ。香りもあるし。冗談じゃない。これ、甘さ度数が5で、香りも非常に強い。これはまずい。冗談じゃないけど、まずい。まあ、まずいけど、そこまで飲めなくもないんで、まあ、二つ星にしましょうか。4552です。ご視聴ありがとうございました。